はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。さあ、頑張っていこう。いやー、まさかのホームシックでびっくりしましたね。ちょ、どうなってんのよみたいなね。よし、今回はどっからや。連続録画してる割に覚えてないっていうね。これまた、よし、やばい、特にはならへん、絶対に。さあ、待ち来い。やったね。いやー、もう HP の上がり低いなー。待ち伏せっていうレベルじゃないですよね、これ。待ち構えてましたみたいな。で、それ待ち伏せか。もうダメだ俺みたいな。やった、やったー。 HP 上がったけど、 HP 上がったけど PP 上がらなー。いや、もうさっきからヘビしか襲ってこへんやん。よし、穴抜けもらっていくね。あれ便利ですね、穴抜けネズミ。めっちゃ便利よ。とてもいいこと。やった、ポーラ回った。やったー。何やったっけな、何て読むんやったっけな、ガンマか、あれ。やったー、フリーズガンマや。いや、でもなんか消費が激しそう。いや、18やって、でも540も食らわせれる。すーげー。まあ、基準がってことですけどね。だからといって、そんな使うほどの PP はありませんみたいな。こんな敵でもがっつり使わないといけないのに。いや、無理。避けれへんな、やっぱり。アリに見えないですよね、これ。初め見たとき、蜂かと思った。見てアリだって思いますけど、やばいなぁ。 PP もガッツリ減ってますよね。やめようぜみたいな。でもなんかこっちが動かへんと動かへんって面白いですよね。いや、もう48しかない。ボス並みにくれた。いやー、麻痺、どうしよう。いや、嘘。やばいなー。すごい滑ってるように見える。
これは逃げさせてよ。いいよ、戦えばいいんでしょ。めっちゃやばいな、これは。戻った方がいいんかな。いやでも、いやちょっと待てよ、これ以上グッズ、グッズ、いやハンドメイドのハンドメイドとか使いたくないな。けど持たせるならコーラが良かったな。え、どっちだこれ。あれ、穴抜けが出てきてる。ということここか。よし、